Who is Buddha or Siddhartha Gautama? And where is Buddha from? Here is my answer. Hiroshihayashi, Hamama City, Japan.ギリシャの歴史家ヘロドトスです。紀元前485年から420年頃の歴史家と言われています。そのヘロドトスが歴史という本を表します。世界最古の歴史書です。そのためヘロドトスは歴史の父とも呼ばれています。その歴史の中にストダーナ・ガウタマという名前が現れます。マギです。そして一方ヘルセポリスの碑文の中にそのストダーナ・ガウタマという名前とその息子のセッタ・アルタ・ゴータマという名前が出てきます。ペルセポリスの碑文の中でもストダーナ・ガウタマはマギと表記されています。一方ブッダの生まれ故郷の現在のネパールのルンビニではブッダの父親をストダーナ・ゴウタマと言います。実際の発音を聞いていただきます。じゃあここからが重要ですからもう一度お願いします。ブッダのパパは名前を教えていただけますか。スットダンガウタム。スットダンガウタム。もう一度お願いできますか。はい、スットダンガウタム。ブッダのパパは名前を教えていただけますか。スットダン。スットダンガウタム。もう一度お願いできますか。はい、スットダンガウタム。ブッダのパパは名前を教えていただけますか。スットダン。スットダンガウタム。もう一度お願いできますか。はい、スッドダン・ガウタム。今お聞きくださいましたようにネパールのルンビニではスッドダン・ゴウタマ、スッドダン・ゴウタマと発音しているそうです。プレセポリスではスッドダーナ・ガウタマと表記されています。ルンビニではスッドダン・ゴータマです。ではそのストダン・ゴータマの息子、つまり私たちがブッダと呼んでいるシッダルタ・ゴータマはどのように発音されているかどうかお聞きください。ブッダ自身の名前はシッダルタ・ゴウタマですね。はい。シッダルタ・ゴウタマというのはネパールでは何と言いますか。ゴウタム・ブッダ、シッダルタ・ゴウタム。正式には何と言いますか。シッダルタ・ゴウタマ・ブッダ。ブッダ、はい。あれはブッダ・シッダルタ・ゴウタマ。シッダルタ・ゴウタム。で、ブッダというのは。ブッダ、どっちも同じ名前。ブッダ。どちらの方がシッダルタ・ゴウタム。あ、ブッダの方が一番有名で、シッダルタ・ゴウタマというふうな名前もあるわけだ。あ、はい、そうです。ブッダ自身の名前はシッダルタ・ゴウタマですね。はい。シッダルタ・ゴウタマというのはネパールでは何と言いますか。ゴウタム・ブッダ、シッダルタ・ゴウタム。正式には何と言いますか。
知ってシッダルタ・ゴータマ・ブッダ、ブッダ、はい、あれはブッダ・シッダルタ・ゴータマ、シッダルタ・ゴータマで、ブッダってのはブッダ、どっちも同じ名前、ブッダ、どちらの方がシッダルタ・ゴータマ、あ、ブッダの方が一番有名で、シッダルタ・ゴータマというふうな名前もあるわけだ。あ、はい、そうです。ヘロドトスの歴史、そしてペルセポリスの碑文には、ストーダーナ・ガウタマという名前が記されています。正確な発音はわかりません。そしてペルセポリスの碑文には、ストーダーナ・ゴウタマという名前と、そして息子のセダ・アルタ・ゴウタマという名前が記されています。正確な発音はわかりません。しかし、現在の今、ネパールのルンビニでは、ブッダのことをシッダルタ・ゴータマと言います。そして、お父さんの名前がスダンナ・ゴータマというそうです。もう一度発音をお聞きください。じゃあ、ここからが重要ですから、もう一度お願いします。ブッダのパパは、名前を教えていただけますか。スッドダン、スッドダン・ガウタマ。もう一度お願いできますか。はい、スッドダン・ガウタマ。ブッダ自身の名前はシッダルタ・ガウタマですね。はい、シッダルタ・ガウタマというのはネパールでは何と言いますか。ガウタマ・ブッダ、シッダルタ・ガウタマ。正式には何と言いますか。シッダルタ・ゴータマ・ブッダ、ブッダ、はい、あれはブッダ・シッダルタ・ゴータマ。シッダルタ・ゴータマで、ブッダってのはブッダ、どっちも同じ名前、ブッダ、どちらの方がシッダルタ・ゴータマ、あ、ブッダの方が一番有名で、シッダルタ・ゴータマというふうな名前もあるわけだ。あ、はい、そうです。また母親のマヤの発音について、ネパールのルンビニではどのように発音しているか注意深くお聞きください。はい、お母さんはマヤ、デビ。先ほど何か言われた。そうだ、マヤ。はい、お母さんはマヤ、デビ。先ほど何かを言われた。そうだ、マヤ。ゆっくり。そうだ、マヤ。はい、お母さんはマヤ、デビ。先ほど何かを言われた。そうだ、マヤ。ゆっくり。そうだ、マヤ。お分かりですか。マヤのことをですね、ストダーマヤン、ストダーマヤンとネパールのルンビニでは読んでいるそうです。ストダ・マヤン、このストダという名前に注意してください。その名前はストダーナ・ガウタマとつながっています。そしてペルセポリスに残る碑文のストダーナ・ガウタマという名前ともつながっていきます。これはもう偶然の一致ではありませんね。左の名前、右の名前、見比べてみてください。すなわち、ペルセポリスのストーダナ・ガウタマが、ネパールのルンビニのストーダナ・ガウタマであり、ペルセポリスのセッダ・アルタ・ゴウタマが、ネパール、ルンビのシッダルタ・ゴータマということになります。そして、母親のマヤはですね、ストダー・マヤン、ストダー・マヤンです。名前がつながっているということです。これらの事実を頭に入れて、続く動画をどうかご覧になってください。私自身も、ブッダのお父さんがですね、
ネパールのルンビニでスドダン・ガウタムと呼ばれているということを知りませんでした。中国式に上煩悩という音にこだわっていました。が、上煩悩という名前ではありませんでした。ネパールのルンビニでもストーダーナ・ゴウタマと呼ばれていました。そしてその息子のシッダルタ・ゴウタマという名前はペルセポリスに残る碑文のその中に刻まれているセタ・アルタ・ゴウタマという名前と一致します。このように父・子の名前が一致します。のみならず母親のマヤもストダン・マヤンというふうにネパールのルンビニでは呼ばれていました。以上のことを考え合わせますと、私たちがブッダと呼んでいるシッダルタ・ゴータマ、すなわちセッダ・アルタ・ゴータマの生まれ故郷は、イランの、現在のイランのペルセポリスということになります。以上が私、林浩司の結論ということになります。Bye for now. Buddha and Mitra are brothers in love. Magi という言葉があります。マジシャンの語源にもなっている言葉です。Magi、つまりスターゲイザー、星見る人、あるいは占い師という意味です。星見る人、あるいは星と会話をする人という意味ですけども、メソポタミアではですね、星イコール神という意味でした。ディンゲルと発音されていました。そのマギがですね、紀元前においては二度しか歴史に現れてきていません。一度はゾラスター教の経典の中、もう一度はペルセポリスに残る碑文の中、ゾラストラ教の経典の中では、マギというのはザラスストラのことを指します。そのザラスストラがゾラストラ教を起こします。それまで、混乱していた神々の世界を一つにまとめ、アフラマザーとして称えます。一方、ペルセポリスに残るマギというのは、ストダーナ・ゴータマのことでした。私たちがブッダと呼ぶシッダルタ・ゴータマ、ペルシャ名はセッタ・アルタ・ゴータマ、つまり宇宙の真理の解放者という意味だそうですけども、つまりブッダのお父さんということになります。ストダナ・ゴータマはブッダのお父さんということになります。そこで単純に考えるならば、また単純に考えて良いわけですけども、というのはマギというのは固有名詞ですから、ザラストラがマギ、ストダナ・ゴータマもマギということになりますと、マギは一人ですから、ザラスストライコールストダナ・ゴータマ、ストダナ・ゴータマイコールザラスストラということになります。つまり、ブッダのお父さんは、ストダナ・ゴータマであると同時に、実は、ゾラスター教の教祖のザラスストラであったということになります。そのことを、この動画の中で、順に証拠を挙げながら説明していきます。今ご覧いただいている画面がこの動画の結論部ということになります。ブッダのお父さんはなんとザラスストラであったということになります。今日の動画の主人公はアナヒータです。ゾラスター教のエンジェル、つまり女神と呼ばれているアナヒータです。そのアナヒータについて、パヤム・ナバルツという方が、
まあ、こんな本を書いておられます。その冒頭でアナヒータについてこのように説明しています。パヤン・ナバルツ氏の書いたアナヒータおよびササン帝国に残るレリーフによれば、インド・イランにまたがるアナヒータは古代ペルシャの女神である。そのアナヒータはゾラスター教のヤザタ、つまりエンジェルのことであり、現在のゾラスター教においても女神である。美しい女性として表現されているが、アナヒータは強く背が高く純粋で、金で刺繍されたマントを身にまとい、またその手にはバレスマ、つまり聖なる植物を持った女神として表現されている。アナヒータは地球のすべての水の女神でもある。正式にはアレドビ・スラ・アナヒータと呼ばれる。水気があり、力があり、純粋という意味である。アナヒータは四頭立ての戦車で駆け巡る。つまり、風、雨、雲、そしてみぞれという名前の馬である。アナヒータは王権を付与されていて、権威の女神であり、ペルシャのアフロディティと考える人もいる。実際、数多くの古代の女神、例えばイシター、ヴィーナス、ナナ、イシスなどとの類似点もある。アナヒータは、浄化、純粋という役目のほかに、キリスト教に先立つミトラのバージンマザーでもある。画面を見ながら説明します。ザラスストラです。またの名をマギと言います。そのザラスストラは、それまでアフラの名前でバラバラになっていた神々を一つにまとめます。それがアフラ・マズダ、最も賢い神ということになります。そしてゾラスター教を起こします。上がペルセポリスに残る、レリーフです。そしてこの論文の中でザラスストラについて説明しています。まあ、簡単にまとめますと、ザラスストラ、いろいろな名前で呼ばれていますが、このザラスストラこそがですね、マギということになります。つまりゾラスター教の経典に出てくるマギというのはザラストラ自身であったということになります。そしてここが今日のポイントということになりますから、皆さんと一緒にザラスストラについて確認しておきます。ゾラスター教というのはギリシャ語で、それによってイランの預言者ザラスストラがよく知られるようになった。そのゾラスター教は紀元前6世紀には存在し教えられていた。ゾラスター教の本拠地はおそらくカスピ海の東あたりの地域である。ゾラスター教の基本理念は、数多くのインド・イランの伝統的な神々、つまりアフラを最高神であるアフラ・マズダーに置き換える一神教であった。マギという名前についても確認しておきたいと思います。ゾラスター教、別名マギという古代イランの東で生まれたゾラスター教は、預言者ザラスストラ、あるいはゾラスターの教えと、哲学に基づく宗教を言う。以前は世界最大の宗教であった。前イスラム、イラン王国の政治的力を得て、ゾラスター教は古代において巨大な権限を持った。
その主導的な教義は他の宗教制度に取り入れられた。つまり、マギ教は創始者ザラスストライコールゾラスターの名前で広く知れ渡るようになったということです。そして現在、ゾラスター教と呼ばれるようになったということです。では、神々の歴史についてさらに深く考えてみたいと思います。ザラスストラです。ゾラスターです。そのザラスストラが神々をまとめてアフラ・マズダを柱としてゾラスター教を建てます。上はペルセポリスに残るアフラ・マズダの世界最古のレリーフと言われています。そのゾラスター教のエンジェルがアナヒータということになります。アナヒータは、ゾラスター教の当事祭である12月25日に諸女解体によってミトラを馬屋で設けます。こういう流れにあるわけですね。そしてザラスストラ、つまりマギということになります。で、これは世界最古のいわゆる三人のマギの、モザイク画ということになっています。サンタ・アポリナーレ・ヌーボに、残っているモザイク画と言われていますけども、それはありえませんね。マギは一人だけです。固有名詞です。で、その中央にいるのがストダナ・ゴータマ、すなわちマギということになるわけですね。ブッダのお父さんということになります。こうしてストダナ・ゴータマとセッダルタ・ゴータマ、さらにシッダルタ・ゴータマとつながっていきます。ということは、ザラストラもマギ、ストダナ・ゴータマもマギ、マギは固有名詞で一人ということになりますと、ストダナ・ゴータマイコールザラストラということになります。大変単純な論理かと思います。左がストダナ・ゴータマの像です。世界ではこれを苦行中のブッダと位置づけてますけども、これはブッダではありません。ブッダのお父さんのストダナ・ゴータマであるということをですね、すでに私、林浩が証明しました。その息子がセッダアルタ・ゴータマ、すなわち宇宙の真の解放者、すなわちシッダアルタ・ゴータマ、すなわち私たちがブッダと呼んでいるその方ということになります。そしてストダナ・ゴータマとザラストラは同一人物であったということになります。となりますと、ブッダのお父さんはストダナ・ゴータマであると同時にザラストラということになります。ゾラスター教の創始者のザラストラということになります。ストダナ・ゴータマもマギ、ザラストラもマギ。マギという名前は繰り返しになりますけども、紀元前には二度しか歴史に出てきていません。一回はゾラスター教の経典の中のマギ、すなわちザラストラ。そしてもう一度はペルセポリスの残る碑文の中、つまりストダナ・ゴータマということになります。つまりストダナ・ゴータマ、ブッダのお父さんはですね、ペルシャでも最高位の王位の継承者であったということになります。そしてこのザラストラが信奉していたゾラスター教の神というのはマルドゥックということになります。そしてその上にいるのが父親のエンキということになります。一方、左がエンリル派です。エンリル派で、その流れはイナンナ・イシターへとつながります。そしてイナンナ・イシターはシャマーシと組んでキリスト教を立ち上げます。こういう流れにあるわけですね。そしてその頂点に立つのが言うまでもなく、アヌ王ということになります。そして左をラム族、一般にはレプタリアン族と呼んでいます。そして右をサーペントクラン、サーペント族と呼んでいます。こうして2つの勢力がですね、太古の昔からこの地球で対立していたということになります。それはともかくも、ブッダの、父親がですね、このような形で、ザラスストラであることが証明されました。マギという言葉がその謎を解く重要な鍵となりました。もう一度繰り返します。左上がですね、これがストダナ・ゴータマです。そしてマヤと、これはマヤは人間ですからね、そしてマヤとの間に、ブッダが生まれます。つまり、ブッダは2分の1ハイブリッド、モディファイ、改良されたヒューマノイドということになります。そして、
ザラスストラとアナヒタの関係が分かりません。というのは妻ということでもないんですね。神々の世界というのは、まあ、便宜上の、まあ、兄弟親子関係を結びますから、人間のように、まあ、恋愛はしますけれども、セックスして妊娠してそして出産するということはありえません。ともかくもアナヒーターの下でミトラが、まあ、誕生といいますか降誕するわけですね。こういう流れになります。となりますとブッダとミトラは、まあ、神々の世界で考えるならば義理の兄弟ということになります。繰り返します。ブッダとミトラは神々の世界で考えるならば義理の兄弟ということになります。これがこの動画の結論ということになります。でもう一度、アナヒータについての記述を確認しておいてください。まあ、アナヒータがですね、ザラストラすなわちゾラスターすなわちマギの妻であったかどうかということについては記述は残っていません。またそういう関係で、まあ、神々の世界を考えてもいけないということになります。ともかくも繰り返しになります。ブッダとミトラは神々の世界においては義理の兄弟ということになります。Buddha Dharma Education Association write about Buddha's philosophy as follows. The Buddha taught many things, but the basic concept in Buddhism can be summed up by the Four Noble Truths and the Noble Eightfold Path. The First Noble Truth.The first truth is that life is suffering. For example, life incurs pain, getting old, disease, and ultimately death. We also endure psychological suffering like loneliness, frustration, fear, embarrassment, disappointment, and anger. This is an irrefutable fact.That cannot be denied. It is realistic rather than pessimistic because pessimism is expecting things to be bad. Instead, Buddhism explains how suffering can be avoided and how we can be truly happy. The second noble truth. The second truth is thatSuffering is caused by craving and aversion. We will suffer if we expect other people to conform to our expectation, if we want others to like us, if we do not get something we want, etc. In other words, getting what you want does not guarantee happiness. Rather thanConstantly struggling to get what you want, try to modify your wanting. Wanting deprives us of contentment and happiness. A lifetime wanting and craving, and especially the craving to continue to exist, create a powerful energy which causes the individual to be born.So craving leads to physical suffering because it causes us to be reborn. The third noble truth. The third truth is that suffering can be overcome and happiness can be attained, that true happiness and contentment are possible. If we give upUseless craving and learn to live each day at a time, not dwelling in the past or the imagined future, then we can become happy and free. We then have more time and energy to help others. This is Nirvana.
The fourth noble truth. The fourth truth is that the noble eightfold path is a path which leads to the end of suffering. I, Hiroshi Hayashi, have no intention to have a discussion about Buddha's philosophy here in this video, but when we know where he came from and how Buddha's father, Suddhodana Gautama, had influenced him in his religion, it may be a vital clue to understand Buddha's philosophy. Buddha's father, Suddhodana Gautama, was Magi in Persepolis, and Suddhodana Gautama worshipped Ahura Mazda or Marduk, the son of Enki, as his god. Buddha's name in Persepolis was Siddhartha Gautama. He was born and raised up there, being most possibly influenced by Zoroastrianism, which seems to be quite natural. Hiroshi Hayashi, Habama City, Japan. Suddhodana Gautama の話をしておきます。私たちがブッダと呼んでいるシッダルタ・ゴータマのお父さん、それがスダナ・ゴータマということになります。これはスダナ・ゴータマの像です。ブッダの像ではありません。その台座を見ていただきますと、その台座にはゾラスター教の神事を行っている僧の様子が彫り込まれています。中央に松明を飾っています。ゾラスター教の神事を執り行っています。左右に南伝仏教特有の衣を着た僧が描かれています。左が現在使われているゾラスター教の松明です。右が南伝仏教の僧の様子です。つまりこれはブッダではなくて、ブッダのお父さんのスダナ・ゴータマということになります。つまりスダナ・ゴータマはゾラスター教を信仰していたということになります。もう一枚興味ある絵を皆さんにご覧いただきます。これは世界最古のブッダを描く絵と像と言われています。これもブッダ自身ではありません。ブッダのお父さんのスダナ・ゴータマです。その証拠に、この周りの光背を見てください。そこにはゾラスター教の松明が描かれています。ゾラスター教の松明が描かれています。つまり、これはスダナ・ゴータマであって、ブッダではないということになります。言い換えますと、ブッダのお父さんのスダナ・ゴータマは、ゾラスター教の信者であったということになります。松明が描かれています。左がインド政府が CERN、つまり欧州原子核研究機構に送ったシバ神の銅像の周りを飾る松明です。比較してみてください。左下がシバ神です。インド政府がスーンに送った銅像です。右下がミトラです。シバ神はミトラ帽をかぶっています。そして右が最古の仏、ブッダの絵と言われてますけども、これはブッダではありません。これはブッダのお父さんのスドダーナ・ガウタマです。そしてそのスドダーナ・ゴウタマの周りをやはり松明が囲んでいます。スドダーナ・ゴウタマの松明と、そしてシバ神の松明が同じであることに注意してください。つまり私たちがブッダと呼ぶ、シッダルタ・ゴータマのお父さんの、スダナ・ゴータマはゾラスター教の信者であったということになります。ところでこんな大変興味深い、レリーフがペルセポリスに残っています。赤丸で囲んだのがダリウス一世あるいはダリウス一世です。そのダリウス一世がブッダのお父さんのスドダーナ・ゴータマを足で踏みつけています。なぜこんなことになってしまったかについては、続く動画の中で説明します。これがサンタポルナーレ・ヌーボに残る3人のマギのモザイク画です。3人のマギはミトラが誕生すると、
アナヒータのもとに駆けつけ、ミトラ誕生を祝います。12月25日、冬至の日に生まれたということになっています。反転しました。左からカンブジェ、すなわちカンピュセス2世、そして中央がストダナゴータマ、右がダリフス1世です。そのカンピュセス2世がですね、お父さんのキュロス2世とともに、マルドゥックを信仰していたという物的証拠が出てきました。円筒印象の中にそれが彫り込まれていました。ここが重要です。もう一度繰り返します。カンビュセス2世はマルドゥックを信仰していました。注意深く確認してください。マルドゥックという名前がここで具体的に出てきました。これが右がですね、バウンダリーストーンです。ここに延期がいます。延期の息子がマルドゥックです。左下にいます。これがマルドゥックです。そのマルドゥックをキュロス2世とともにカンピュセス2世が信仰していたということになります。もう一度、サンタポルナーレ・ヌーボー大聖堂の3人のマギの、モザイク画に話を戻します。三人のマギということになってますけども、実際にはカンブジェス2世、すなわちカンブジャがマギであったという証拠はありません。マギはストダナ・ゴータマ、ただ一人でした。マギ、すなわちスターゲイザー、すなわち星見る人、すなわち最高位の神ということになります。そのストダナ・ゴータマを倒して蔵についたのがダリウス1世ということになります。ダリウスは自称マギということになります。そしてカンブジェス2世、カンブジアはですね、父のキュロス2世とともにマルドゥックを信仰していました。ここが今日のポイントです。マルドゥックを信仰していました。このマルドゥックとアフラ・マズダーとつながるかつながらないのか、あるいはアフラ・マズダーは誰につながるのかという大きなヒントを与えてくれています。これがストダナ・ゴータマの絵ということになります。舞台ではありません。周りには、松明の様子が書き込んであります。松明です。なおち、ストダナ・ゴータマは、いわゆる、ゾラスター教を信仰していたということになります。ゾラスター教、すなわち、アフラマズダーを信仰していたということになります。ここでアフラマズダーが出てきます。そして、ダリウスが紀元前522年に即位したペルセポリスには、世界最古のアフラマズダーの彫像が、リーフが残っています。これがその像です。こうして左2つはアフラマズダーとつながります。ということは、同時にですね、カンブジェス2世がアフラマズダーを信仰していたと考えて、どうして間違っているということになるのでしょうか。で、マルドゥックイコール、ここでアフラマズダーということになるわけですけども、マルドゥックの お父さんは延期でした。ここが次のポイントということになります。もう一度この図を確認してください。そして、ストダナ・ゴータマと、セッダ・アルタ・ゴータマはですね、宇宙の解放、真理の解放者という意味だそうですけども、ダリスに追われて、現在のネパールのルンビニあたりへやってきます。すなわち、セッダ・アルタ・ゴータマ、すなわち、シッダ・アルタ・ゴータマ、すなわち、私たちがブッダと呼ぶその方になるわけです。で、アフラ・マズダイコール、マルドゥク、もしくは、延期ということになります。延期の息子がマルドゥクです。ザラスストラです。そして、その中央に松明を置いて、ゾラスター教ではこのような形で神事を行っています。こうして、その3人の間に上にいるのが、ザラスストラ、その上にいるのがアフラマズダーということになります。3人の間と言われている間たちは、ゾラスター教を信仰していたということになります。そして、ゾラスター教からミトラ教が生まれます。ミトラが誕生してミトラ教を起こします。が、それを良しとしなかったのが、イナンナ・イシュターということになります。延期の孫娘、孫息子ということになります。ここに延期がいます。赤枠で囲んでおきました。そして、孫娘のイナンナ・イシュターです。シュメールではイナンナ、日本でもイナンナと呼ばれていました。そして、キリスト教を立ち上げます。イナンナは、ヘブライ名はマリアです。そして、エジプトでもマリと呼ばれていました。自分の名前そのままでキリスト教を起こしたということになります。ウツはメソポタミア、バビロニアではシャマシュと名を変えます。太陽の神です。ヘリオス、ギリシャ神話の中ではヘリオスと呼ばれていました。そしてキリスト教を立ち上げてミトラ教に対抗します。
が、キリスト教はローマ国教となると同時にミトラ教、ゾラスター教を今度は逆に徹底的に弾圧します。こういう流れを組んで、まあ、理解の上ですね、続く動画をどうかご覧になってください。ブッダの説く深い人間愛にあふれた仏教哲学がどのようにして生まれ、そしてどのように変遷してきたか、その謎を解く鍵が次の動画の中にあります。どうか続く動画をご覧になってください。Bye for now.